はい、というわけで今日はね、茜話の漫画紹介していこうかなと思います。画面外にはチーズくん、よろしくお願いします。はい、茜話知ってます？はい、知ってます。最近ね、2人ハマってるもんね。ハマった、こいつマジで、マジでこれ面白い、本当に面白い、本当に面白い。もう簡単に言うと、落語系漫画で主人公が女の子なんですよ。結構珍しいよね。ジャンプで落語で女主人公って攻めるよね。そう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 、なんかジャンプっぽくないじゃん。剣とか魔法とかさ、死神とか海賊じゃないんだけど、そうそうそう、そうだ、この題材をジャンプでやってここまで面白くなるっていうのが今回の見どころだと思います。わ、かりやすく説明していきましょう、はい、じゃあちょっとあらすじっすね。簡単にちょっと人物相関図も書いてみたんですけど、まず主人公女の子茜、この子はまあ最初は高3かな、一応19の年になるんですけど、父親が落語家だったんですよね。お父さんが荒川一門の二つ目っていう、まあなんていうんだろう、2番目、ね、なんか3段階あってさ、そうそうそう、そのうちの2番目の状態で、真打ちっていう、まあ、落語界の一番上の試験みたいのを受けることになるんですけど、そこの時って審査員、荒川一生、これが荒川一門の、まあ、ドンっていうか、荒川も何個かいるんだけど、そう、荒川はなんかその荒川のドンみたいな人が、まあ、大体 4,5 人ぐらいいて、そう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 、その中でもトップオブトップが荒川一生、そうそうそう、この人の一言っていうのがそのかなり落語界に影響を及ぼすぐらい、そういうことなんですよ。で、審査員が荒川一生だったんですけど、うん、もう生活をね、厳しくて、茜も小学生でいるし、うん、家族もある中、まあ、二つ目っていうのはちょっとあんまり生活にはね、ね、厳しいから受かんなきゃみたいな、そうそうそう、追い込まれちゃったね。脱ひもって書いてるんだよ。脱ひもってね、そう、家に書いてあるんだけど、あ、でもお母さんもちょっと応援してくれてる感じではあるんだけど、でもそこでめちゃめちゃいい落語して茜も感動したんだけど、そうそうそう、波紋にしちゃうんだよね、ここ波紋、うん、波紋っていうのはもう落語をその荒川一門でやっちゃダメですよ。そう、それがその2つ目から真打ちに昇進する試験に出た荒川の人たちが5人ぐらいいたんだけど、うん、全員波紋になるんだよ、うん、そう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 、だから新太以外にも波紋になっても大ニュースになる、うん、で、茜自身もお父さんのことめっちゃ好きで、うん、もう落語をね、見よう見まねでやってるくらいだったんですけど、もうなんで波紋にしちゃったのってめっちゃキレる、うん、で、荒川新太の実際の人はシグマっていう、うん、もしね、荒川一門したんですけど、この人に私に落語を教えてくださいみたいな、うん、お父さん見たくなりたいんですよ。で、ついでになんで破門したのかっていう、まぁ、あ、ちょっと復讐の要素を兼ねるところで物語が始まるわけですね。これが第1話で、はい、荒川茜が、荒川じゃない、茜がまだ小学生ぐらい。そうだね、小4とか小5ぐらいかな。これが第1話です。そう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 。結構物騒よね。そうだね。始まりが物騒だね。現代社会っていうか、なんか、社会的に死ぬって怖いね。そう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 。なんかこう、で、落語っていうのさ、少年ジャンプっていう、まあ少年誌、青年誌で、うん、面白おかしくするために、結構その、なんて言うんだろう、シリアスな要素を加えてるのがこの要素なんだよね。そう、簡単に言えば。なんかなかなかさ、そう、落語界でもさ、なんかみんな優しい人かって言ったらさ、現実の落語界もさ、結構なんか物申す系のテレビに出てる人っているじゃない、うんうんうん、なんかそこと重ね合わせられるから、そうね、そうね、外れてないなとも思うんだよね、うんうんうん、ちょっと過激だけど、そうそうそう、いや、めちゃめちゃいい設定だったんですって。で、物語が進んで、茜はもう高3になって、うん、で、もう落語の腕はめちゃめちゃ磨くわけ、このシグマに裏で弟子入りして ね、 そうね、で、正式に入門しますよってところで他のライバルが出てきたりとか、うん、一応落語って上下関係厳しいですから、うん、他の上からの礼儀とか学んだりとか気配りみたいな、そこがサクセスストーリーで面白いっていう漫画ですね。そうだね、まあ、落語を聞いてる分だと落語話すの面白いなっていうぐらいなだけだけど、うん、落語の裏側どうなってるのか、なんでこういうしきたりがあるのか、うんうんうん、ね、面白い、あそこも面白いっていう、うん、めちゃめちゃ、あ、そうなってるんやってなるよね。そうそうそう、その前座っていうの一番下、なんか下働きするシーンとかもあるじゃん、うんうん、そうそう、そこで実はその師匠たちの世話を焼きながら小耳に挟んで学ぶみたいな、そうそう、捨て耳ね、そうそう、捨て耳、捨て耳、いや、師匠と捨て耳してる技、そうそう、最初のあの司会みたいな感じ、そう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 で、しかも結構面白いのが、ただそれを淡々と漫画にしていくわけではなくて、うん、結構さ、話数ごとのさ、終わりの引きめっちゃ良くない？あ、そうそう。ちゃんとね、あ、見たい見たい見たい。そうそうそう。すごい気になる作りにしてくれてる。すごいストーリーがさ、一話完結じゃなくて、ちゃんと、何？スケットダンスとか銀太みたいな感じではなくて、うん、繋がってる話ではあるんだけど、うんうん、バーン、どうだこらみたいな、うん。次回に続くみたいな終わり方が。ね、そう、引きがね。そうそうそう。
なんかやっぱ読んでて思ったのは、うん、ジャンプ作品で、まあ、バトルっぽいものを、バトルっぽいものをテーマに、うん、バトルっぽくないものか、うん、テーマにしているのに、こんなにバトルなんだっていうのが、すごい直撃の相馬にめっちゃ似てる。そうそこですね、ちょっと次の相馬の話ですけど、はい、あの直撃の相馬、皆さん覚えてますか、はい、あの料理漫画を、ちょっとバトル要素を加えて、うん、なんだこの漫画、面白い、画力も高いし、本当にバトル漫画になった漫画なんですけど、その要素はあるよね。あるね。うん、まあ、まだ、直撃の相馬ぐらい、なんか特殊能力のコピーとか、そうああいうのは出てないけど、うん、なんか、現実の落とし込んでる落語版直撃の相馬みたいな、そうね、そうね。のは感じる。だから、その、師匠ごとにも特性があって、僕が今ね、確か49話ぐらい止まってるんですよ。うんうん、まだ見てるのが、ね、最新話70話ぐらい出てますけど、うんうん、あの、女師匠みたいな人出てきて、うんうん、妖艶で、狂わ話が得意みたいな、特殊能力があって、それは茜が学びに行くみたいな。うんうん、そういう特性をさ、うまいこと差別化してんのめっちゃ面白い、ね。ああ、そうだね。うらら師匠ね。そうめっちゃいいけどね。そう、妖艶なキャラを、まあ、茜はまだ、垢抜けてない、まだ学生なんですよ、うんうん。学生上がりなんですけど、うん、それを茜が、その妖艶さっていうのができないのに、うん、どう、そのうららが師匠をやる話を自分のフィルターを通して出していくか、うんうん、その工夫がね、そうそうそう、また面白いわけですね。結構さ、師匠いい人多いよね。師匠は全員いい人。あの、割と落語怖えみたいな。そうそうそう、もう意地悪されんじゃない。まあ、いじめられてはちょっといるんだけど、一人だけね。キャラ名は。めっちゃ三下みたいなやつ出てくるけど、そう結構いい人多くて、うん、その人たちから吸収するみたいなのが、うん、結構、なんか努力系の漫画だよね。そう、なんか、茜話は読んでて、すごいなって思うところは、なんか、全編通して基本修行シーンしかない。うん、そうなんです。基本なんか最近の漫画で修行シーンってあんまり面白くないって言われるんだけど、カットされがち。カットされがちなんだよね。うん、だけど、茜話っていうのはそこを面白く描くっていうところが、魅力的なポイントなのかなっていう。うんうん、精神と時の部屋がメインですね。あ、そうだ、ね。そう。精神と時の部屋がメインで、うん、で、ザ・バトル始まったってなったら、なんか大体みんな1話ごとにバトルし始めるっていうような、うん。そう感じだね。実際さ、はいはい、そう、あの画面外のチーズくんもそうだけど、うん、これにちょっと落語に興味出てきたくね。え、そうなんですよ。自分は、うん、まだ君読み終わったら誘おうかなって、うん、もう別の友達も誘って、寄せ見に行くことが決まりました。寄せ見に行くの？寄せ見に行きます。どこ？いや、まだそこは決まってないけど、一旦寄せ見に行って、はいはい、情報収集してる。なるほど。そう。しかも、YouTube でさ、見れるじゃん、昔の落語とか。あ、見れますね、はい。でね、読み方ってよくわかんないけど、うん、三遊亭遠征師匠っていう。三遊亭は聞いたことあるね。三遊亭とかね。で、その遠征さんっていう、うん、かなり前の人で、映像も昔の作品なんだけど、うん、まあ、違法動画かもわからんけど、その人の死神っていう。うん、あ、死神は知ってるはず。そう。で、それね、まあ、面白い。うん、あ、すごい、なんか最後のシーンがあるの。死神っていうぐらいが最後、なんか生死が関わるんだけど、うん、そこの、なんか、死神の演技というか、がすごくて、それを見た後に、米津玄師の、剣士の死神を聞くと、また面白い。そこ急に米津。広がる。落語はね、いろんな文化と繋がってるから、はいはいはい、そういう広がりがあってね、まあ、そこも面白いですよ。そうだよね。まあ、うん、死神って話だし、ろうそくの話やん。うん、そう。それだけ覚えてるけど、うんうんうん、その落語ってやっぱさ、いかにその人の情景を映し出すっていうか、一、うんうん、人がこうやって身振り手振りだけで伝えるっていうのが伝統芸能だから、うんうん、ああ、そう。そこに対してやっぱ大人になってきたから、情緒学んできたよね。うん、なんか、あ、落語って面白いかもしれない。うん、うん。で、なんかそう、茜話で裏側読んだ上で落語見ると、うん、あ、こういう工夫をされてるのかなとか、うんうん、まだね、全然ペーペーだからわからないけども、うん、そういうのを想像しながら読むのが、また楽しいわけでございまして。そこから入るのはめっちゃいいことよね、別に。いや、全然悪いことじゃないのもすごいいいと思う。いきなり寄せ見に行っても何のことかわかんないし、知ってる話とかの方が少ねえな。ジュゲームぐらいでしょ、そうだね、うん。そこを、茜話から、あ、茜話出てきた芝浜じゃんとか、うんうんうん、そうやって入るのは俺もめっちゃいいんじゃない？全然知んないけど、いいんじゃねえかなと。そうだね。まあ、何も知らないで寄せ見て知ったかぶりするよりかは、うんうん、あ、こんなに奥深い世界なんだっていうところで、入り口として茜話を知っていくっていうのはめちゃくちゃありだなと思いまして、そんなところで、まあ、今日のお話としては姉妹とさせていただきたいと思うんですけど、あ、勝手に終わらせそう、はい、大丈夫ですけど、はい、じゃあね、まあ、なんか別の動画で茜話のさらなる深掘りかなんかしようと思うか、はい、そうですね、僕もちょっと全話読んでないんで、そうですね、50話くらいしかない、1ヶ月後くらいですかね、はい、また撮りましょう。アニメ化もまだ先かな、期待したいですね。2年後くらいだと思います。いや、最近早いから1年後とか。あー、うん、まあ、楽しみに待っておきましょう。はい。というわけで今日は茜話でございました。ぜひ皆さん見てはいかがでしょうか。ではまた別のお話でお会いしましょう。
じゃあね。